11日にフォースシングル「ちはやぶる」と発売するのですが、こちらについて話していきたいと思います。この楽曲はね、会社のデモ音源の時からみんなめっちゃかっこいいってなって、ね、また新しいお茶ノ間の一面を見せれるんじゃないかという楽曲だなって個人的には思ってるんですけど、どうですか？ミュージックビデオとかも本当に今までのお茶ノ間の中で一番美しいんじゃないかなって、いや美しいと思っちゃったぐらい、本当みんなもう日本の美しい女性みたいな感じがこう出てるから、今までにね、お茶の間っていうのもそうだし、楽曲的にもさ、ハロープロジェクト全体で見てもあんまりない部類というか、確かに歌詞とかも本当に力強いから、曲としてもすごい響く方が多いんじゃないかなと思います。そうですね、この曲はセンスを使ってパフォーマンスしたり、ミュージックビデオをね、正直自分のこと可愛いって思ったよね思ったよね、すごい圧が、え、思わなかった？私めっちゃ思ったんだけど、ね、場面によるかも、漏れてるってところあったけど、あ、そうだね、結構全部可愛くて、自分が結構感動しちゃって、可愛かった、え、可愛かったね、あの前髪やっぱいいわ、やっぱいいよね、可愛い、似合ってた本当に10人ともめっちゃかっこよくて綺麗、もう本当にね、可愛すぎて、これをみんなたくさん見ちゃうわって思う感じの MV になってましたし、何人かさ、技みたいなやつ、あ、やりましたよ、そう、ひーちゃんね、武器振り回しましたよ、もうめっちゃ練習したんだから、そう、あ、でもね、最初からね、うまかったよね、そうだって顔がふざけてたから、うち最初からね、うまかったんよ、うん、どうぞどうぞ、違うね、あれ、久保田とだよね、そう、オーディションが、そう、私たち2人だけまずあの私が振り回してたあの丸が続いた紐みたいな武器があって、オーディションが開催されたんですね、 MV 撮影の後半戦ぐらいかな、人差しがかかったところで、ちょっと久保田呼んでくれ、今からこの武器渡すから一回振り回してみて、そうそうそう、みたいな、一言だけ大丈夫かなって振り回して、この中の人一人にやってもらうからで披露して、選考タイムが始まって、審査員っていうのもスタッフさんの選考タイムが始まって、二人ともねめっちゃ下手だったよね、正直、そうね、そんななんかかっこいい感じじゃなくて、ふざけてるみたいな、そう、暴れてるみたいな感じになっちゃったんだけど、その選考の結果は私が選ばれてしまいました。私もね、相当、あ、これはダメだな、落ちたなって思ったんだけど、さらにひどい人が隣にいて、しかも私、あの、自分もひどいくせにキーちゃんの振り回してるの見て大爆笑してる自分負けるくせにもう本当最低、そう、だから私が勝って、私が振り回す人になったんですね、私もやりたかった、かっこよかった。でもミクちゃんやったんだっけ？ミクちゃんね、オーディションすら参加してませんそうなんです。でも確かに振り回してるイメージないもんね。あ、本当？なんかいろんな武器あったじゃん、で、何やりたい？やるとしたらヌンチャクあったじゃん、棒が2本になって繋がってるやつ、あれを本当は多分やる予定だったの。どこのやつ？あ、そう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 、撮影の交番表みたいなのあるじゃんか、そこに西崎美久ヌンチャクハテナって書かれてて、私やるのかなみたいな思ってたら、オーディション開催されてるのも知らずに撮影が終わってましたまあね、こう武器ない人はそれぞれこう、そうそうそう、ポーディングがあったから、なんかね、MV に映ってるか分かんないけど、 MV か CD とかにね、ちょっと長い版かどっちかに絶対映ってるから、みんなそれぞれのなんか決めポーズみたいな、ね、めっちゃおもろいから、いや、おもろいなつぼっちゃって撮影大変だったんですけど、アクションの先生がちょっと来てくださったんですね、今回。もうそう、久保田がつぼだったっぽくて、先生も久保田がちょっと動くだけずっと鼻かかえて笑ってる絶対私さ、ふざけたポーズ渡されたよね、みんな結構かっこいいこういう感じなのに、そう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 、なんだっけこれ、喉仏をガッてやるポーズ出しててで倒すポーズ出して、初めて聞いたけどね、私それでも、すごい奈々ちゃんがそれで全力出てたから、むしろ絵になってた、かっこよかった、意外とね、映像見たらかっこよかった、みんなかっこよかったです、そう、ね、だからみんなね、かっこいいから、ぜひ見てください。今回はちはやぶるを振り付けしてくださった先生がエリナッチさん、エリナッチ先生ということで、すごくもうあの場を温かくしてくださって、すごかったよね、ね、かっこいいよね、かっこいい、お茶飲むみんなで作り上げていくっていう感じの振り付けっていうのかな、すごいなんかめちゃくちゃかっこよかったし、私は結構その踊っててすごくワクワクするような振り付けだなってめっちゃ思ってて、どうですかね。10人で一つの絵になるような振り付けがたくさんあって、かっこいいのにちょっと面白い部分が取り入れられたりしてて、振り入れをする前に先生方が踊ってくださるね、映像をいただいて、え、こんな激しいダンス自分に踊りこなせるのかなと思ったんだけど、エリナッチ先生の教え方がめっちゃ分かりやすくて、短期間でパッと頭に入ってきて、確かに覚えやすかった、めっちゃ、そう、覚えやすくて、扇子とかもさ持って踊るじゃないですか、いつかそれをファン
の皆さんと一緒にね踊れたらいいな。本当にもう太陽みたいな先生じゃん。そう、お茶ママメンバーもダンスレッスンの前とかは普段だとできるかな大丈夫かなっていう感じなんですけど、みなっち先生の振り入れの前はなんかみんなも結構よしみたいな頑張るぞっていうテンション感にみんな持っていってて、それもすごい今までにない感覚だったから、お茶ママまた一つ成長してるなって思えたし、えりなっち先生がもう本当とにかく盛り上げて教えてくださるんですね。いいよいいよそんな感じ最高みたいな感じでやってくださるから、すっごいそれも楽しくて嬉しくて、メンバーみんなもう恐ろしいほどりなっちさんが大好きなんで、だからまたいつか別の楽曲でもお会いできたらなっていうのは思います。お気にポイントここです。それのサビの下回し目にある、ここいいよね、チャーってみんな叫んだもんね、フリーでするときに。あとね、え、どこ、はい、泣いてもうなんですけど、これは牛のもうとかけてるらしくて、エリナチ先生こういうの大好きらしくて、皆さんこれやってください絶対。発想がめっちゃね最高だと思った。そこも好きだけど、でも今日こっち担当ないよ一個も。あ、こっちのパターンの人です。そうこれはちょっとね自分の振りないんだけど、太陽を抑えてなんだここ結構むずいよねあれ。そう単純結構ここでいいんだよね、難しいんだけど。いやわかる。お気に入りのポイント、振り付けとは話がそれちゃうんだけど、皆さんのコールが結構細かく入ってるじゃないこの曲。ああいうところも結構盛り上がりポイントだなって思うので、そうぜひねいっぱい声を出してくださったら嬉しいなって思いますし、キラリンのさナルカードさ手、そこの決めポーズ感が大好き私は。あれねキーちゃん以外だったら多分ねもっとダサくなってる。もう私がやるからいけてんだよね。ちょっとうざいね、もっと言って私も意外とかっこよくなっちゃうよく目を凝らして皆さん見てください。お願いします。見てね。I'm a champion.